超新星、超新星、超新星は大質量の構成がその一生を終えるときに起こす大規模な爆発現象である。超新星そのものは古くは2世紀に中国で記録されており、ティコブラーエやヨハネス・ケプラーも観測記録を残しているが、本校末尾参照、実態が知られるようになったのは19世紀後半に行ってからである。超新星という名称は 神聖、ラテン語のの訳語に由来する。神聖とは、夜空に明るい星が突如輝き出し、まるで星が新しく生まれたように見えるもので、詳細は、神聖の項を参照。ルネサンス期にはすでに認識されていたが、1885年、アンドロメダ銀河中に、それまで知られていた神聖より、はるかに明るく輝く星が現れ、神聖を超える天体の存在が確認されたため、 超新星の5が生まれた。発する光は高度マイナス13等級からマイナス19等級増加し、この明るさは新星を格段に凌化する。爆発によって星の本体は死産するが、爆発後に中心部に中性死亡死やブラックホールが残る場合もある。現在超新星爆発は我々が住んでいる銀河系の中で100年から200年に一度の割合で、 発生していると言われている。また、平均すると一つの銀河で40年に1回程度の割合で発生すると考えられている。初期の宇宙では元素はほとんどが水素とヘリウムの同位体で、わずかにリチウムとベリリウムの同位体が存在する程度だった。それよりも重い頬素、炭素、窒素、酸素、ケイ素や鉄などの元素は恒星内部での核融合反応で生成し、 S, S 過程、超新星爆発により、高性間空間にばらまかれた。そして、鉄よりも重い元素は超新星爆発時に生成したと考えられている。R 過程。これに加え、超新星爆発による衝撃波は、星間物質の密度に揺らぎを生み出し、新たな星の誕生を促している。また、炭素の同位体比から超新星爆発時に合成されたと考えられる。 ダイヤモンドなどの粒子が隕石の中から発見されている。系外銀河の観測により、一つの過剰銀河内での超新星の発生頻度は数十年に一回と考えられる。我々の銀河系も同様のはずであるが、1604年以降発見されていない。銀河中心角を挟んだ反対側に出現したり、地球近傍でも濃い星間雲に隠されたりして、 見えなかったためと考えられている。境外銀河に出現したものは遠すぎて、通常は肉眼では見えないが、1987年、銀河系のも銀河であるダイマゼラン雲で、超新星 SN1987A が出現し、肉眼でも見える明るさになって、精密な観測がなされた。その際、発生したニュートリノが、日本のニュートリノ観測施設でによって、検出され、 ニュートリの天文学が進展することとなった。この紙を勘でにおける成果が認められ、小柴正俊氏は2002年度、ノーベル物理学賞を受賞している。超新星に、水星のような固有名称が与えられることは少ない。普通、SN 西歴年番号の形式で呼ばれる。西歴年は4桁で表し、番号はその年の1番目から順に、A、B、C、Y、 Z, AA, AB, OZ, BA, BB のように振る。例えば SN1994D もしくは超新星 1994D といった場合、1994年に発見されたうちで4番目の超新星ということになる。超新星は、そのスペクトルに水素の吸収線が見られない相型と、 水素の吸収線が見られる2型とに分類される。3型、4型、V 型といった分類もかつては使われていたが、現在ではこれらはまとめて、2型に分類される。I 型の中でも、軽素の吸収線が見られるものを、イヤ型と呼ぶ。大円状銀河、過剰銀河、不規則銀河といった、あらゆる型の銀河に出現するが、光日の2型より少ない。 伝生系を成している白色矮星が相手の恒星から降り積もったガスによりチャンドラセカール限界まで質量を増加させついには自らの重力による収縮を支えきれなくなるこの収縮によって炭素と酸素からなる中心核で炭素の核融合反応が暴走し大爆発を起こす嫌型超新星は発生契機となる白色矮星が チャンドラセカール限界に定められた一定の質量となるた、ピーク時の絶対等級がほぼ一定となり、見かけ上の明るさを測定することで超新星、爆発の起こった銀河までの距離を求めることができる。このように、距離測定時の明るさの基準として使える天体を標準光源と呼ぶ。イヤ型超新星は非常に明るいため、宇宙論的距離まで使える。 標準光源として有用であり、宇宙モデルの検証などでしばしば用いられる。ただし、最近では、SN2011FE や PTF11KX のような、これまで知られていない、タイプの現象を起こすやがた超新星が発見されている。2013年、森孝治宮崎大学准教授などのグループは、X 線観測衛星、スザクによる、1604年、 ケプラの超新星爆発の残骸の観測で他の超新星に比べて金属量が3倍あることを突き止め金属量の違いは明るさの違いに結びつく可能性があり超新星爆発の明るさの違いが存在し宇宙の膨張速度の計算に影響する可能性がある相型の中で爆発時の明るさとその持続時間がいずれも イヤ型の数値と比べて小数点以下くらいしかないものをイヤ型ドット 1A 型と呼ぶイヤ型超新星の発生には質量の異なった白色矮星2個がお互いに相手の周りを回る軌道を描いていることが条件で質量の大きな主星は炭素及び酸素で蘇生され質量の小さな晩星はヘリウムを主な物質として蘇生されている 主成重力の影響で万世側から、蘇生主成分であるヘリウムが、主成側へ少しずつ引き寄せられていき、やがて主成の周囲に蓄積して、主成を包み込むようになる。数千万年も経過すると、蓄積されたヘリウムが一定質量を超え、非常に明るいが短時間で収束する爆発が起きる。この時爆発を起こすのは蓄積されたヘリウムのみで、 二個の白色矮星はそのまま軌道を維持し、再び同じ爆発サイクルを繰り返す。イヤ型超新星の発見第1号は、SN2002bitJ と呼ばれる超新星である。爆発自体は2002年に確認されており、当初は通型超新星に分類されていたが、通型超新星で本来放出されるはずの物質が確認されかった。また、 太陽の100億倍という明るさを放った後に、急速に光が衰え、爆発から約20日後には不可視化工になったという点が、典型的なイヤ型とも異なった。現行機関や化学蘇生などを分析した結果、2007年に提唱された新しいタイプのイヤ型であるとされた。I 型の中でヘリウムの吸収線が見られるものをイブ型。 水素とヘリウムのどちらの吸収線も見られないものを IC 型と呼ぶ。これらについては気候がよくわかっていない。梅雨型と同様、恒星の一生の最後に迎える大爆発であるが、その前に水素を使い果たしてしまい、水素の吸収線が見られないと考えられる。水素がない星としては重い星が強い恒星風でヘリウムコアが剥き出しになった。 ウォルフライエ星が考えられる。またヘリウムもない星としては同じくウォルフライエ星の中でヘリウム層を失った W 星が知られており関連性が指摘されている。その他には近接連星における質量移動も候補と考えられる。水素の吸収線が見られるものを2型と分類する渦巻き銀河や棒渦巻き銀河の腕の部分に現れることが多い。 通型の分類はスペクトルによらず、高度の変化によりなされる。高度曲線に平坦期、高度がほとんど一定になる時期があるものを、IIP 型、最大高度の後、単調に直線的に高度が減少するものを L 型と呼んでいる。太陽の約8倍より重い星の場合、核融合反応を繰り返すことによって、赤色調巨星に進化した段階では、 ネオンやマグネシウムからなる縮退した中心核が作られ、その周囲の核上の領域で炭素の核融合が進むようになる。中心核の質量が増えると、やがて陽子の電子捕獲反応が起きて、中心核内部に中性子過剰核が増える。これによって電子の縮退圧が弱まるため、重力収縮が打ち勝って一気に崩壊する。また、太陽の10倍程度よりも重い星では、 中心核が縮退することなく核融合が進み、最後に鉄の中心核ができる。鉄の中心核は重力収縮しながら温度を上げていき、約重計に達すると、国体放射により生じた高エネルギーのガンマ線を吸収してヘリウムと中性子に分解してしまう鉄鋼分解。これによって、やはり中心核が一気に重力崩壊を起こす。 この爆縮的崩壊の反動による衝撃波などで外装部は猛烈な核融合反応を起こし通型の超新星となる。しかし爆発のメカニズムは詳しくわかっていない。内部コアで生じた衝撃波は典型的な爆発の運動エネルギーと比べて二桁ほど大きいにもかかわらずニュートリの放出によって弱まるため外部を通り抜けられないと考えられている。現在では弱まった。 衝撃波をどのように復活させるかが議論されており、ニュートリの加熱メカニズムが有力視されているものの、未だうまくいっていない。超新星 SN1987A は、通型であったが、一度赤色超巨星に膨張した、星が収縮して、高温の星になってから爆発するという得意な過程を取り、最大高度も通常の通型超新星より暗い、ものであった。 原因として、マゼラン銀河は、通常の銀河に比べて進化が遅く、水素、ヘリウム以外の重ゲ素その比率が小さいことが挙げられている。超新星のうち、特に爆発エネルギーが大きいもの、通常の10倍以上を、特に黒超新星と呼び区別している。スペクトルにおいて、水素、ケイ素、ヘリウムの核吸収線が見られず、 さらに従来の IC 型とも類似性が認められない。年は地球における発見年、超新星は、その爆発の際の極高温により、恒星での元素合成ではできなかった重元その合成を可能にする。鉄より重い元素はその多くがこの過程を経ることによって生成されたものである。超新星爆発は、重粒子線も大量に発生させ、 極光音と粒子の密度の高さから R 過程などを経て、シゲモト素が合成されていく。超新星爆発によって、理論上生成可能な元素はおおよそカリホルニウムには及ぶ。超新星爆発が発生すると、強烈なガンマ線が周囲に一斉に放たれる。このガンマ線の威力は凄まじく、超新星爆発を起こした構成から半径5光年以外の惑星表面に住む。 生命体は絶滅し、25光年以内の惑星に住む、生命体は半数が死に、50光年以内の惑星に住む、生命体は壊滅的な打撃を受けるとされる。ガンマ線は地表を容赦なく汚染して生命体が住めない環境にしてしまい、そこから地表に生命体が住めるようになる環境に戻るまでには数年を要すると言われている。 しかし、地下深くに住むバークテリアなどの下等生物は、直接的影響は、ほぼなく、生き残ることができる。現在、地球周辺で近いうちに、通型超新星爆発を起こすと予測されている星は、約600光年離れたアンタレスと、約640光年の距離にあるベテルギウスである。これらの星が超新星爆発を起こした際には、地球にも若干の影響が出ると言われているが、 地球から距離が離れすぎているために、ガンマ線の威力は弱まり、オゾン層が多少傷つく程度で惑星及び生命体への影響はほとんどないと予測されている。また、ガンマ線は自転軸の2度の範囲に放出されることが判明しており、その後の観測から地球はベテルギウスの自転軸から20度の位置にあることも分かっていることから、ベテルギウスからのガンマ線は地球に影響を 及ぼさないと考えられている。仮に地球から8.6光年離れたシリウス A、あるいは25.3光年離れたベガが、通型超新星爆発を起こしたとすると、地球に住む生命は、ほぼ確実に絶滅するか、壊滅的な打撃を受けることになるが、シリウス A の質量は、太陽の2倍強、またベガの質量は、太陽の3倍程度であるために超新星爆発は、 起こさず、いずれも赤色巨星となって膨張した外装部により惑星上成分を形成し、残った中心核が白色矮星となる可能性が濃厚である。我々が住んでいる地球も一部の山陽虫の絶滅など周囲の星の超新星爆発の影響を受けたと思われる痕跡がいくつか発見されている。超新星残骸、超新星残骸とは 超新星爆発の後に残る星雲状の天体である。超新星爆発の結果として中性死亡死が作られることがあるが発見されている中性死亡死の周囲に超新星残骸があるものは少ない。これは超新星爆発のわずかな非対称性によって中性死亡死が爆発の中から弾き飛ばされてしまうためと考えられている。 超新星爆発で放出される物質はほぼ多摩対象に広がるため地球から観測した場合には超新星残骸は円弧状の形に見えるものが多いが、かに星雲のように不規則な形状のものもある。超新星爆発が起こると星の外装のガスは衝撃波によって吹き飛ばされる。この際に衝撃波による断熱圧縮や放射性元素の崩壊熱でガスは 加熱され非常に高温になり、光を放射する。超新星残骸を構成しているガスの温度は100万、軽以上であり、通常の参考成分よりも、はるかに高温である。そのため通常の参考成分に見られるような、水素原子の再結合に伴う、気線以外に、磁場中を高速で運動する電子による、シンクロトロン放射が観測される。このようにして、 爆発直後の超新星残骸は輝いている。超新星残骸はその後も周囲の星間ガスを取り込むようにして膨張を続けていく。高速で膨張していく衝撃破面が周囲の星間ガスに衝突し断熱圧縮されることで高温の状態が維持される。このようにして超新星残骸は膨張速度が衰えて高温の状態を維持できなくなるまで。 数万年程度を輝き続ける。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。